はい、皆さんこんにちは、ハルです。本日はですね、キャンブリーと DMMA 会話の徹底比較を行っていきたいと思います。私はですね、 DMMA 会話を3年ほどやっておりまして、でキャンブリーも数ヶ月ほど今やっております。その2つを同時並行してレッスンを受講しています。でその中で、見えてきた点というのを、比較を交えながらお話していきたいと思います。じゃあ一体どういう観点でその両者を比較したかというとですね、次の5つの点で比較しました。こちらです。受講システム、そして教材の質、先生の質、通信環境、そして最後に料金と、この5つの観点から両者を比較してみました。でいずれもですね、これから英会話を始めたいなと思ってらっしゃる方にとってはかなり重要なファクターになってくるかと思いますので、ぜひご覧になってください。早速いきましょう。まず1つ目ですね、受講システムについて。これについてはですね、圧倒的にキャンブリーがいいです。なぜかというと理由は2つあって、1つ目はですね、予約がいらないというところになります。キャンブリーではですね、自分が英会話を受けたいと思った時にホームページに行けばですね、すぐにその場で待機されている先生と英会話を始めることができます。なので予約が不要なんですね。一方で DMMA 会話ではレッスン開始の15分前までには予約を入れないといけません。その点ですね、ちょっとスケジュールを柔軟に組めるというところでキャンブリーに軍配が上がります。これのいいところはもう一つあって、急なキャンセルっていうのがなくなるんですね。例えばなんですけども、私は DMMA 会話で毎朝8時からレッスンを受けてるんですけども、朝起きてレッスンを受けようとパソコンを開くとですね、たまに先生、講師の方の都合でレッスンがキャンセルされたりするんですね。でそうするとですね、次に受講できるのが30分後の8時半だったりとか9時からだったりとかするんですけども、もうそこだとですね、仕事があったりとか他の予定が入っていて、もうレッスン受ける時間がないとかっていうことがありますと。でキャンブリーだとそういうことが一切起こらないわけです。予約がいらないので常に先生が待機していて、その方とすぐに英会話できると、そういった点でもすごくいいかなと思います。理由の2つ目なんですけども、これはですね、受講プランに関してです。キャンブリーは受講プランが非常にこう多岐にわたって用意されていて、例えば週1回15分から毎日1時間ぐらいまでの幅で受講プランが用意されているので、毎日英会話するのはちょっとハードだけど、週1ぐらいだったらやってみてもいいかなという方でもですね、気軽に始められるようなラインナップになっていると。でそういった点でもですね、すごくハードルが低いというか、スケジュールを合わせやすいですよね。以上の2つの理由からですね、この受講システムに関してはキャンブリーの方が優秀だというふうに私は考えています。続いて2つ目ですが、教材の質、これについては DMMA 会話に軍配が上がります。理由としてはですね、これはデイリーニュースという DMMA 会話にある教材というのが素晴らしいと、この1点ですね。以前 DMMA 会話のレビューをした動画でもですね、私はすごくこう強調したんですけども、このデイリーニュースという教材はですね、もう今まさに直近で起きた時事ネタが英訳されていて、それがこう記事になっていると。でそれについて先生と英語でディスカッションするような教材なんですけども、今こう世間で起きているニュースっていうのをいち早く取り入れることもできると同時にですね、総合的な英語力のアップも期待できるような素晴らしい教材になっています。キャンブリーにもですね、当然、テキストは存在するんですけども、どっちかというとシチュエーション別だったりとか、趣味であるとか、好きな食べ物とかですね、こうベーシックな教材になってまして、 DMMA 会話でもそういった似たようなものは存在します。でそこにプラスアルファですね、 DMMA 会話ではデイリーニュースがあるというところで、教材の質という観点ではですね、 DMMA 会話が優秀かなと思います。続いて3つ目はですね、先生の質ですね。でこれはですね、受講者の目的による部分が大きいので、イーブンとさせていただきます。でどういうことかというと、キャンブリーはもう英会話上級者で、自分の英会話力っていうのをさらに洗練したいと、さらにこう高みを目指したいという方にはキャンブリーの方が合っていますね。というのもキャンブリーは全員がやっぱりネイティブの方なので、ネイティブが使うネイティブライクな英語であるとか、自然な英語表現とかを学ぶには
うってつけで、まあ、そういった表現方法、こういうシチュエーションでどういうフレーズを使えばいいのかっていうのは先生に聞いていただければすぐに答えが返ってきます。で、一方で英会話が得意ではなくて基礎的なところから始めてコミュニケーションが取れるようになりたいと、で文法的な解説もしてほしいという意味ではあまりキャンブリーは向いてないかもしれません。というのもやっぱりネイティブの方って第二外国語として勉強してきた方じゃないので、文法的になんでこの漢詩がつくんですかとかっていうところはですねあまりですね答えられないという場合があります。私も何度か質問したことあるんですけども、ちょっと先生が困っていたりとかしました。そういう比較的初学者の方っていうのは DMMA 会話の方が向いていると考えられます。DMMA 会話の先生はですね、まあ、ネイティブの方もいらっしゃるんですけども、まあ、基本的にはですね、第二外国語として英語を勉強してこられた先生なので、まあ、そういう文法的な解説とかもしてくれますし、あとは圧倒的に、やっぱり発音がですね、こう、まあ、ネイティブの方と比べると、まあ、リダクションとかリンキングっていうのがない分、まあ、そのアジア人、日本人でも聞き取りやすいような発音される先生っていうのが多いので、まずはコミュニケーションを取れるようになりたいと、最低限のコミュニケーションを取れるようになりたいと、英会話を初めてやってみるという方にとっては DMMA 会話がベターだと思います。なのでここはですね、自分の受講目的に合った方っていうのを選ぶべきというのが結論になります。続いて4つ目は通信環境ですね。通信環境についてはキャンブリーの方がベターです。というのもやはり先生が全員ネイティブということだけあって、通信インフラ環境が整った地域に、お住まいの講師の方というのがやはり多いので、まあ、DMMA 会話と比べてそういう通信関係のトラブルっていうのが今のところは少ないです。ただですね、まあ、DMMA 会話でも、まあ、毎度毎度そのトラブルが起こるようなことはなくて、基本的にはきっちりと授業レッスンを滞りなく進めることはできます。ただたまにですね、その通信環境の問題で、先生側の通信環境の問題でレッスンがキャンセルになってしまったりとか、途中で切断してしまったりとかっていうことがあるので、そういう意味では少しキャンブリーには劣るかなと思います。5つ目、料金についてですね。これはですね、やはり圧倒的に料金については DMMA 会話が安いですね。ただしキャンブリーの先生が全てネイティブであるということを考えると少し話は変わってくるかと思います。DMMA 会話でもネイティブの方の授業を受けれるネイティブプランというのがあるんですけども、そちらはですね1日25分で月額1万5000円ほどになっています。で、キャンブリーの似たようなプランと比較すると、キャンブリーでは1日30分のプランがあるんですけども、そちらだと大体1万8000円というふうになってますので、まあ、そんなに月額で言うと差はないですし、キャンブリーの方が5分ほど1回あたりのレッスンの時間というのが長いというところと、あとはネイティブの先生の数というのはキャンブリーの方が豊富なので、そういった点も考慮すると、まあ、ほとんどその2つに差はないのかなと思います。ちなみにですね、私が入っている DMMA 会話で私が入っているスタンダードのプランというのは、まあ、月額6400円から500円ぐらいで1日25分できるプランになっています。なのでこのスタンダードプランだと非常に安いと、 DMMA 会話の方が安いんですが、まあ、同じネイティブプラン同士で比べるとその2つにそんなに差はありません。まあ、以上がですね、その両者2つを比較してみた結果になってるんですけども、やはりどちらも一長一短存在しますよね。自分の受講目的に合わせてどちらかを選択するというのがいいかなと思うんですけども、まあ、私の例でいくと、まあ、どちらも並行してやってるんですけども、キャンブリーを週に1回のプラン、そして DMMA 会話を毎日のプランというふうにやっていて、基本的に DMMA 会話ではデイリーニュースをやって、時事ネタについてディスカッションする力っていうのを養っています。あとはですね、まあ、毎日こう英会話する習慣を取り入れることで、まあ、自分の英語力を落とさないようにしています。で、一方で週1のキャンブリーではネイティブの方とフリートークをすることで、まあ、事前にですね、ネイティブの方に聞きたい質問を用意しておいて、例えばこういうシチュエーションではどういう表現を使うんですかっていうような質問をですね、ネイティブの方にして、まあ、教えてもらったりとか、まあ、そうすることで自分の英会話で使用しているフレーズっていうのをよりネイティブライクなものへとしていく、まあ、今の英会話力っていうのをさらに向上させていくという目的でキャンブリーを使用しています。で、私はこの2つをですね、こう同時に使っていて、
個人的にはですね、この組み合わせ、今のこの同時並行でレッスンを受講している体制っていうのが、まあ、一番ベストなんじゃないかなと私個人としては思っています。皆さんもぜひですね、まあ、いろんな英会話教室がありますので、それぞれの特色を生かして、まあ、自分のベストな使い分け、使い方というのをですね、見つけて英会話力向上のための勉強というのをやっていただければなと思います。本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。